エンジョイパチンコライフ。はい、おはようございます。IGO エピソード7、3番手最後ですね。閉店くんでございます。ということで、あの野郎キング皆が空気読んでねマジで3392枚、いやもうねほぼ3400枚を超えないと勝てないということでね。ルールが、4時間ということなんで、まあ、大体、まあ、僕のスピードだと大体2400ゲームぐらい、消化できるんですけれども、まあ、全てね、2400ゲーム、当たりっぱなしってわけでもいかないんで、そうなると、1800、1200ゲームでその記録に追いつける機種というとやっぱ純増枚数の高い台、ね、高い機種、まあ、これに絞られていくんですけど、かといってキングの真似して北斗の拳転生の章は打ちたくないんですよ。となると2.7 から3枚くらいの高い台、まあ、その辺の機種もしくはまあ最近よく言われているあの A プラス ART って言われているね機種、ボーナスプラスボーナスと ART のついてる機種なんですけど、その機種も、まあ、早く当たってれば純増が2枚でも、まあ、ボーナスを多く引くことができれば、まあ、その台でも勝負できるのかなということで、一応2機種考えております。じゃあ早速行ってみたいと思います。えいえい、あ、行きましょう。入店入店、おはようございます。さあ入店入店、みんな何行くのかな。一応狙い機種が、うわみんなね、うわみんなバラエティ行くんだ。いや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 、ハイスクールオブザデッド、うん、これでいこうかな。一応押さえときます。うわみんなエヴァ行くんだね。エヴァに行くってすごいね。とりあえず初っ端これでいきます。ハイスクールオブザデッド、もう一台の狙い機種っていうのが、キューピー。なんでこっちから行くかっていう と、最悪これが引っかかんなかったら、残り2時間あればキングの、記録にたどり着けるのがキューピーなので、最初の前半はちょっとこれで様子を見て、で残り3時間ぐらいになったらちょっとまだキューピーが空いてるようだったらちょっと考えて移動したいと思います。まずは最初にこれでいきます。えい、はい、では、1台目、スパイキーさんの、ハイスクールオブザデッド行ってみたいと思います。おそり一発、マジフリーズしてくんねえかなチャンス、残念この機種ですね、回転くんで1回、閉店 Z で1回打ってます、まあ、ボーナスと ART で増やしていくタイプですね。まあレア役が濃厚な演出ですね。これで、おお、これが強チャンス目、手じゃなくてワンちゃんのついてるスイカだとこう1万役が取れると。まあ期待度を示唆する疑似連みたいな感じですね。でもリプレイいいね。感じにしてみましょう。できました。正解。まだまだ。おいいね。強チャンス目からいきなりいく。感じにしてみましょう。まあ、大体2位で、ね、発展することが多いんですけど、できました。正解。いいね。発展よ。あーでも弱いな。お化け屋敷マリカワを驚かせろ。
やるからには本気を。当然。獲物が来たら僕がやってやる。ないかな。来た。これ復活したからといって確定ではないですよね。ああそうか、これ狙っちゃうとあれか。まあダメだろうね。これでもう一回行ったら熱い。ああ残念。まあでも、ボーナスには当選しなくても ART に期待が持てると。めちゃくちゃやるな。ですね。あ、ワンちゃんの名前ジークなんですね。あ、これはあれですね。いや、ART の全長モード。まあ、ガセも含みますけど。背景の色が、変わって、期待度がアップしてきます。この先だ。よし、急ごう。よし、わかりました。この先だ。ダメだ。この先だ。ああ、黄色ですか。弱いな。奴らの包囲を突破しろ。青。こいつらを通して突破するしかないな。これもう3人。3人いるんですけど、1人、2人、3人人数が多ければ期待度アップですね。まあ3回攻撃するんで、あー、ここで2人に増えてほしかったな。あー、2人になりました。しまった。ダメ、残念残念。まあちょっと気になる点が一つ、ここ最近パチスロで勝ててない。不安要素はそこだけ。まあでもね、ちょっとキングはこれで勝っちゃうと、勝たしちゃうと2回勝っちゃうことになるのかな。それはね、阻止しないとダメだ。あー、500枚なくなっちゃった。550枚目、未だ当たらず。赤の方がいいんですよね。お、できました。かなり違うわ。そうだ、これダメですね。お、私が高木総一郎だ。これこそが我々のチャンスなのだ。ここで強チャンス目。お、また引く？射撃とか確認。あら、いいよ。クリア。あ、カモジ。ミスコンテスト。さあ、皆さんお待ちかね。ミス富士見学園。熱い。私に任せなさい。開校以来最高の天才美少女。熱い、リプレイ。まあ、ダメで。はい、338ゲーム、殲滅ボーナスですね。やつら100体を殲滅しろ。100体殲滅できれば、ARD。 ここで、63枚獲得する前に100体やっつければいいと。で、だからなるべく
ベルを引かないで、これですね、これを引かないでやっつけなきゃいけないと。あー引いちゃった、残り33体。はいダメか、逃げよう。ダメだった。はい、ということで、終了。画面出なかったね、何枚撮ったかっていう。ということは、僕の記録はまだゼロってことかな。お、気持ちいい。ダメ。いやーちょっと厳しいよ。また引いたよ。マジ頼ますわ。お、高木さん、やりましたよ。これは鉛筆の力だ。一丁上がり、やりたい。やりました。40ゲーム、強チェリーからボーナスです。ビッグボーナス。一応いいとこかな。あれここどうだったっけ。マックススロットジーク、いい店だね。よし、こっから行こう。今50分かな、まだ大丈夫。ビッグボーナス中はですね、ハズレを引く、ベルハズレね、このピキーンってなった時にベルハズレを引けば、ARD 抽選をしてくれると。打ち方はもう振り打ち時計です。ここで外れれば、外れると演出に発展するんですけど、この演出もですね、期待度がまた変わってきたり。残念。はい、ということで私の記録、ただいまの記録は204枚というね。残念。あ、いいよ。2人、弱いっすね。残念。いやあ、もう本当にこの台を打ち続けるかを、この1時間で判断しなきゃいけない。この番組のね、ルール上キングに勝つためには可能性のある台を、どうして人間なんかしたんだよ、優等生。可能性のある台を打たなきゃいけない。すいませんね、ちょっと初めて見る演出だったんで。そんだけ、回転くんね、何も弾けてなかったと。今日でしょう。行くよ皆さん、今日は待ちに待った発展です。わあ、狙えばよかった。お、でもね、これ成功するの見たい。おー、よかった。レギュラー。お、チャンスだったよ。見たいな。あ、テンパんないよ。お、やりました。落ちてきてもいいもんなのに。ありました、45ゲーム強チェリーから。まあ、バケは否定してるんで、ビッグの、ビッグですね。青菜の頭のビッグボーナス。
これ引きたいんですけどねなあまあそんな簡単には引けない。はい、やりました。どうなんだろう、早いボーナスだからさっきのにプラスしてくんねえかなそれでもいいわけでしょ。ダメかな、やっとなった。よし、これ外れました。ただね、強い演出ではない。奴らの包囲を突破しろ。くそ、こいつらを倒して突破するしかないな。突破できればやるで、頑張れ。誰か、まだ、しまった、残念201枚、ダメだったね、プラスされてなかったね。ベルハズレを1回引いてるんで、獲得枚数が少し少なくなってる。見せてごらん、どれだね。ジャックシェリー、見せてごらん、どれだね。チャンス目、ジャックチャンス。ああ、発展か。まあ、これ大体ダメだから。お、軍だよ。ジーク軍。チャンス、マジか。止めちゃう。お。よっしゃ。弱チャンスから。弱チャンスから。弱チャンス目から。攻めずボーナス。奴ら100体。もう一回。あーでそこで行くんだよ。わあ引きまくる。あー。リプレイを1、2、3、4、4回目ぐらいから攻撃するのかな。お、やった、やりました、よっしゃ、僕たちの勝ちだ。よし、間に合ってるね。こっからです、残りが2時間55分、十分。ただ、ARD を終わらせないこと。このワンセットにレアクを集中いかにさせることができるか。もう今ここで引いちゃうのもありだよね。あ、始まっちゃった早い。よっしゃ、お、熱いね。お、いいね。あー、でもいいよ、熱い。やりました、ストーリー、このストーリーは、上乗せ特化ゾーンを、高確率で抽選してくれるゾーン、あと ART の減算も、10ゲームストップ、まあ、10ゲーム上乗せして、なおかつこの、レイジングラッシュを高確率で抽選してるゾーンしてくれるよということです。これで、プッシュがね、ここにプッシュボタンが出れば、プッシュを押してこのストーリーが継続することもある。マジか、あ302枚引けねえ。お、初めて見た、こんな難
水島さんのシャワーシーンですね。ああ。お、これは熱い。